皆さんこんにちは。日曜日、東京はよく晴れた気持ちよい青い空でした。今日一日、皆様の一日はいかがだったでしょうか。作家でヨガ講師、太陽の加護です。太陽は雨の日でも曇りの日でも、その空の上の方、雲の上の方に太陽は厳然と輝いています。私のところに来たら暖かい太陽の光で照らしてあげます。そしてあなたもご自分のいる場所で太陽のように輝いて、ね、不安な思いや辛い思いをしている人、暖かく温めてあげていただければなと思います。それでは今日夕方になりましたけれども、呼吸法と瞑想をやっていこうと思います。その前にね、肩凝ってる人もいるので、少し肩周りほぐしましょうか。両手肩の上に置いて、肘と肘をまず寄せます。はい、息を吸ってぐーっと引き上げて、吐きながら下ろします。はい、もう一度吸って引き上げて、吐いて下ろします。はい、吸って吸って、上げて、吐いて、下ろします。肘と肘を寄せて、反対回し。息を吸って、引き上げて、吐いて、下ろします。はい、もう一度、吸って、引き上げて、吐いて、下ろします。はい、ラスト、息を吸って、吐いて、下ろして、楽に、体側に手を下ろします。はい、その手を胸元で合掌したら、ぐーっと握りしめて、はい、前に行きましょう。頭も下げます。背中もぐーっと丸めます。このまま3呼吸キープします。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸う息でぐーっとその手を上げます。伸びましょう。はい、真横に倒します。体側伸ばします。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸って真ん中に戻して、吐きながら右側に倒します。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸って背中ぐーっと引き上げます。息を吐きながら、組んだ手後頭部に置いて、肘と肘を寄せて、吐きながら頭下げます。ご自分のおへそを見ましょう。首の後ろの腕上筋、首から肩の上の方に広がっている僧帽筋、ストレッチです。首こり、肩こり解消に効果があります。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸う息で今度はお顔と胸天井に向けていきます。脇肘しっかり広げて、肩甲骨と肩甲骨後ろで寄せます。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸、1つ。ゆっくり体を戻して楽に手を下ろします。はい、今度はこの顎の下、顎から鎖骨にかけて、首の一番太い筋肉、後頸筋をストレッチします。長谷川由美子さん、ご視聴ありがとうございます。合掌しましょう。顎の下に合掌の手を置きます。さあ、息を吸って合掌の手ぐーっと上げると、お顔を天井向きます。顎から鎖骨にかけて、首の太い筋肉、後頸筋をストレッチ。首のシワ、たるみを予防してくれます。また首周りのリンパの流れ、甲状腺の流れを良くしていきます。あと3つ呼吸キープします。あと2呼吸、1つ。ゆっくり合掌の手、胸元に下ろして、楽に手を置きます。竹尾さんって呼ぶんでしょうかね、おばねださんって言うんでしょうか。ご視聴ありがとうございます。はい、背中しっかり伸ばします。頭の上で合掌。はい、背骨をぐっと引き上げて伸びます。はい、そのままねじりましょう。はい、左側にねじります。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸、1つ。はい、吸う息で真ん中に戻して、背骨をぐっと引き上げたら、吐きながらおへそからねじります。膝の上に左の手、お尻の後ろに右の手。吸って背筋伸ばして、吐きながらぐーっとねじります。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。吸う息で真ん中に戻ってきましょう。
はい、どうでしょうか。少しね、肩が楽になりましたかね。体が楽にほぐれている方がリラックスしやすいです。呼吸法を瞑想することによって心もリラックスできます。はい、それでは両手体側、息を吸って肩と耳引き寄せて吐いてストン。はい、もう一度息を吸って肩と耳引き寄せて吐いてストン。はい、吸って肩と耳引き寄せます。吐いてストン。はい、そしたら私は正座なので太ももの上に手のひら天井、親指、人差し指、輪っかを作ります。安楽座の方多分いないかもしれませんね。安楽座というね、ヨガの座り方、かかととかかとをおへその真ん中にした場合、その座り方の人は膝の上です。正座、長座、私のように椅子に座ってらっしゃる方はね、太ももの上に置きます。そして背中しっかり伸ばして顎は軽く引きます。座骨から頭頂部まで背骨一直線にします。ヨガでは背骨はエネルギーの通り道です。お背中がね、丸まってると猫背ですし、ちょっとこのまま呼吸してみてください。呼吸しにくいですよ。さあ、背中しっかり伸ばします。さあ、顎も引きます。ここで呼吸をしてみましょう。深い呼吸できるかと思います。ではそれではね、まぶたを閉じましょう。まぶたを閉じると不安に感じる方はご自分の鼻先遠くぼんやりと見ていただいて結構です。さあ、ご自分の内側に意識を向けましょう。なぜまぶたを閉じるかと言いますと、まぶたを閉じることで周りのね、情報を遮断します。体の中に五感と言いますが、嗅覚、聴覚、視覚、そして肌の触覚、味覚、ね、目から入る情報、視覚の情報が一番大きいと言われています。その情報を遮断します。いつもね、外側にばかり向いているご自分の意識を内側に向けていきます。今のご自分の呼吸を感じます。深い呼吸ができているでしょうか、それとも浅い呼吸でしょうか。深い呼吸ができてるなぁと感じている方、リラックスしている印です。呼吸が浅いなと感じている方、お疲れなのかストレスを抱えています。首が痛いとか肩が痛い方もね、ストレスでも肩こりになります。じゃあ、ご自分の呼吸、どんな呼吸か感じていきます。でも短い呼吸だから今自分はダメなんだとか思う必要はありません。いい悪い判断はするのはやめましょう。ただただ今自分が呼吸が短いなとか、深い呼吸ができてるな、心地よいなとか、なんだか体がだるいなとか、自分の今の状態を受け止めて感じていきます。それでは口からいらないものを吐き出します。鼻から大きく息を吸って、心のモヤモヤ、ストレス全部口から吐き出します。大きく息を吸って、いらないもの全部口から吐き出します。大きく息を吸って、いらないもの全部吐き出します。それでは吸う息で一度ゆっくりまぶたを開けていきます。それではヨガの完全呼吸行っていきましょう。鼻から吸って、鼻から吐き出します。私がインドにね、修行に1ヶ月行ってますけれども、もう8年前ですかね、8年9年前かな、その時にインドのマスターが言うには、口はおしゃべりするところ、そして物を食べるところ、鼻は呼吸するところ、なので鼻呼吸なんですね。鼻から吸って鼻から吐きます。ですが普段ね、鼻呼吸してない人はちょっと難しいと思うので、そういう方は今のように鼻から吸って口から吐き出していただいて大丈夫です。ですが少しずつ練習して鼻呼吸をするようにしましょうね。鼻呼吸していると鼻毛のフィルターが体の中にウイルスが入るのを防いでくれますね。口からだと即そのまま気管支や食道を通して胃や腸、体の中に入ってしまいます。
なのでできるだけ鼻呼吸するようにしていきましょう。三村睦子さんでよろしいでしょうか。ご視聴ありがとうございます。さあそれではいきますね。もう一度まぶたを閉じて、意識は眉間です。ゆったり呼吸繰り返しましょう。鼻から大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸います。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込んでいきましょう。吐き切ります。大きく息を吸います。お腹膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。その薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐いていきます。吐き切ったら薄いお腹のまま胸の上、鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐いていきます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道、スジムナという大きな神経回路が出来上がりました。腹式呼吸に戻ってまいりましょう。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。体の中のエネルギーの巡りが良くなっています。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。そのまま1分間瞑想していきましょう。それでは吸う息でゆっくりまぶたを開けます。どうでしょうか。心のざわざわ感落ち着きましたでしょうか。呼吸法と瞑想を、ね、行っていくと免疫力もアップしていきます。そしてリラックス効果もありますので、ぜひ続けてみてください。でもう一つアドローマビローマというのをやります。片鼻呼吸ですね。でカパラバティとアヌローマビローマは体の中を浄化する呼吸法です。ですがカパラバティはね、もう夕方になっているので行わない方がいいので、アヌローマビローマだけ行います。でまた瞑想に適した時間というのは実はあるんですね。朝の4時から6時、夕方の4時から6時が瞑想に適した時間だと言われています。インドのヨガアシュラムでもだいたい5時から6時の間に瞑想の時間があります。そして夕方も6時から7時
の時間に5時から7時ぐらいまでの間でしょうかね、そのアシュラムによって多少違いますけれども、瞑想の時間朝夕必ず1時間ずつあります。適している時間、なぜ適しているかというと、空気中に、オージャスといって、こうなんだろう、プラナーというかエネルギー物質がいっぱいある時間帯だそうです。でもそういうふうに考えると、朝4時から6時っていうのはこう太陽が昇る時間です。で、4時から6時、季節にも、変動しますけれども、冬だと4時半ぐらいに日没になったり、夏だと7時近くまで明るいですけれども、その太陽が沈む時間、太陽の昇りと沈む時間と関連しているような気がします。はい。ですが、私たちはね、忙しい日常を過ごしてますので、時間にとらわれなくてもいいのかなと、自分ができる時間に行っていけばいいかなと思います。私は朝ですね、毎日呼吸法と瞑想、6時ぐらいにやっておりますね。4時なんかとても起きられませんのでね、時々4時半ぐらいに目が覚めるんですけど、二度寝します。で、6時ぐらいに起きて呼吸法、瞑想をやってます。ですが、自分ができる時間に一人静かになれる時間、そして北側とか東向きがいいそうなんですね。で、そこで、同じ時間にできればやっていくと、瞑想にも入りやすいかなと思います。このライブ配信では1分ずつしかやりませんが、ぜひ皆さんね、続けてください。できればね、5分以上とか20分とか行うとすごい心地よいです。でも忙しかったら1分でも大丈夫、続けていけばね、大丈夫ですよ。習慣、よく瞑想もね、やったらすぐできるっていうもんじゃないので、何でも訓練が必要です。井田康弥生さん、倉見陽子さん、村上優子さん、ご視聴ありがとうございます。それではアヌローマビローマいきます。左の手チムドラ、右の手人差し指中指折り曲げて、これビシュヌドラと言います。右の親指を右の小腹、意識はやはり眉間、左から4個間息を吸い続けます。薬指を閉じましょう。両鼻閉じて16カウント息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外して右から8カウント吐きます。右から4カウント息を吸います。親指閉じて16カウント息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外します。左から8カウント息を吐き続けます。これで1セットです。カウントしていきますね。左から 1、2、3、4、 薬指を閉じて 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外して 1、2、3、4、5、6、7、8、9、 ごめんなさい、8、はい、4個間息を吸います。1、2、3、4、親指閉じて 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、 薬指外します。左から8カウント吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、左から4カウント吸います。1、2、3、4、薬指閉じて息止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外します。1、2、3、4、5、6、7、8、さあ、右から4カウント息を吸います。1、2、3、4、息止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して8カウント吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、右の手外します。それではそのままゆったり呼吸を繰り返します。まぶた閉じたまま1分間だけ瞑想していきましょう。それで私はシンキングボール鳴らしていきますので。
それではゆっくりまぶたを開けていきましょう。どうですかね、この私このシンキングボールの、まあ、こういうのね、あのインドで買ってきました。チベット人の手作りです。すごくいい音がします。あのこのね、このギーンと回すあの音、まぶたを閉じているとなんだか宇宙空間にね、自分がふわっと浮かんでいるような、あの私はイメージになりますけれども、あなたはいかがだったでしょうか。はいね、ストレスをね軽くしていきましょう。そして不安になるのも当然ですけれども、不安も軽くしていきましょう。物事は捉え方、コインもね、あの裏表があるように、物事には裏表、そして陰と陽、光があれば影もあります。明るいところがあれば暗いところもあります。そして人間の性格でも長所短所があります。でもその長所短所でも見方を変えると長所が短所になったり、短所が長所になったりします。すごくね、そうですね、おっとりしてる人、のんびり屋の人、悪く言えばね、ノロマとか、なんだろうね、そういうふうに言われるかもしれませんけど、ある意味ではおっとりしていて人をリラックスさせる効果があるというふうにも言えるかと思います。またせっかちの人ね、せっかち、ちょっと忙しすぎるかなって、人が周りの人が疲れるかもしれませんが、そういう短所で捉えるとそうかもしれませんが、長所として捉えるとテキパキしている、仕事が早いとかね、いろんな角度で見られます。だから一つの見方じゃなくて、何かあった時でもいろんな見方ができないかなっていうふうに考えてみましょう。そしてね、テレビのニュースを鵜呑みにするのではなくて、新聞のニュースも鵜呑みにするのではなくて、それぞれの情報は情報発信者の思惑が絡んでいます。なのであなたの頭でしっかりと考えていきましょう。世の中は自分で考えていくとね、もっともっと光り輝く世界に変わっていくと思いますよ。そしてあなたの短所と思われているところも、もしかしたら長所になって、そこがあなたの天才性として世界で輝いていく人になるかもしれませんね。自分でどう生きるかは自分で決めていきましょう。そして皆さんの内側には無限の力があるんです。自分を信じていきましょう。自分を低く見積もるのはやめましょう。自分はこんなもんだなんて思うのやめましょうね。もしかしたらもっともっと皆さんすごいんですね。そう、自分で自分をすごい、自分には才能がある、そう思って生きていきましょう。山本さん、善一郎さんでよろしいんでしょうか。ご視聴ありがとうございます。それでは今日はここで終わりにします。コメントとかいただけると非常に嬉しいです。それではまた。作家でヨガ講師、太陽の過去です。あ、お知らせ一つ忘れました。過去ヨガスタジオでは月曜日4時から5時10分まで呼吸法と瞑想のレッスンを毎週やってます。リモートでも参加できますので、ズームを使ったリモートオンラインレッスンもしていますので、遠くの方ね、ぜひオンラインでレッスン受けに来てください。そして京王線沿線の方、京王線沿線じゃなくても南大沢まで通える方はぜひいらしてください。それではまた。さようなら。